です。皆さんこんにちは。野球市場の向こうの代わりではなく向こうです。先日の試合から向こうズナレーションウィークというものを始めまして、石丸そして癖が強めな植木くんと海くんがナレーションを務めてくれました。向こうズの個性あふれるメンバーでみんなで野球を楽しみながらみんなで動画も作っていく、今後は女子メンバーたちにもナレーションをお願いしてみようかと思っております。こうご期待ください。というわけで昨日の試合の前半戦のハイライト、この日の向こうズは一味も二味も違いました。上位打線に女子メンバーを並べ、中軸下位打線の男子メンバーで返していく、そう思っておりましたが女子メンバー打線が大爆発、それに呼応されるように男子メンバーも2ベース2ベースホームランと大味な打撃を披露。いつも抑えられているサウスポーの好投手からも小畑さんがタイムリースリーベースを放つなど、向こうズ打線が一気に爆発し、5回表を終えて7対4、3点リードとなっております。前半戦の試合は概要欄をチェックしてみてください。そして試合は後半戦へ。5回の裏マウンドには海君に代わって西村、なんと興南高校時代バッピを務めて肩を壊した経験があります。そんな西村向こうズ初登板で、マルチアングルでどうぞ。なんとなんと西村プロ野球界伝説の TDN ボールを披露し、空振り三振の1人ワンアウト。ぜひ TDN ボールを知らない人はググってみてください。マウンド上でも笑いを提供してくれる西村でしたが、2人目やばい、3つ、ワンアウトから右中間フェンス直撃のツーベースを浴びて出塁を許します。その後ランナーが三塁へと進塁し、4番バッター3ボール1ストライクからの5球目レフトショート間の間にフライがポトリと落ち、これがタイムリーヒットとなり1点を返されます。続くバッター二遊間にナイスプレーが、先日階段から落ちて腰を強打した海君がここも腰を強打しながらのセカンドスロー、セカンドのこっちんがショートバウンドをキャッチし二塁フォースアウト。そしてサード奈々ちゃんに注目、強烈な打球をがっちりとキャッチしファーストへノーバン送球。5回の裏ピンチを招くもなんとか最少失点で切り抜けて、回は6回の表、いつも打ちあぐねていた好投手から先頭バッター永井さんが、外角高めに浮いたチェンジアップを右中間へ、ノーアウトからツーベースヒットでチャンスメイク。それにしてもビヨンドマックスレガシーマジでやばい。さあこれで先にはこの回はモノマネをしない西村、宇宙間へ値千金のタイムリースリーベースヒットを放ちます。モノマネで野球場を盛り上げ、モノマネをしないときはきっちり結果を残す、まさに令和時代の必殺仕事人。その裏西村が無失点に抑え、回はラッキーセブン、向こうズの7回表の攻撃、先頭バッターゴッチン、ここからゴッチンタイムに突入、しばしお付き合いください。打席に立つこと約7分、フルカウントから空振り三振に倒れるも凄まじい粘りを披露、永遠と打席が終わらないかと思いました。続くセイラちゃんの打席で相手サードに注目、相手サードの松尾さん、野球というスポーツを利用した新手のセクハラまがいの行為、セイラちゃん曰くサードの小さいおじさんに恐怖を感じましたと言っておりましたが、
それを打ち払うかのようなセンター前ヒットでこの日3安打の猛打賞。そしてここまで2安打萌えちゃんも見せます。左へ右へ技ありのヒットを放つも、ここはランナーの判断が難しかったか、ライトのナイスプレーによりセカンドフォースアウトで2アウトランナー1塁。記録はライトゴロとなりますが、ここはもうヒットでしょう。そして4番の奈々ちゃん、ここはファーストファールフライに倒れ、悔しそうな表情でベンチへ戻る奈々ちゃん。しかしずっと公式をやってきたので軟式に徐々に対応してくるでしょう。さあ7回の裏、海君西村から後を受けたのは萌えちゃん。向こう図では実に久しぶりの登板となります。さあ萌えちゃんの投球じっくり見ていきましょう。テンポのいい投球、セカンドこっちにセンター向こうがさばいて2アウト。そして変化量の大きいスライダーは健在、ワンストライクとなり、キャッチャーに入っている小畑さんのフレーミングも炸裂、フルカウントとなり、セカンドこっちランニングスローもわずかに及ばず、相手の足が勝り2アウトから出塁します。さあ迎えるは4番バッター。時間の関係上このイニングで試合を抜けるゴッチンの元へ三度打球が、これは萌えちゃん小畑さんバッテリーが意図的に打たせていたのでしょうか。さあ回は8回の裏、萌えちゃんから後を受けてマウンド上には強肩強打球速い剛腕女子奈々ちゃんがついにベールを脱ぎます。おい、萌えちゃんに次ぐ右のエース候補として名乗りを上げた奈々ちゃんの投球、じっくりご覧ください。初球レフトライナー、永井さんがスライディングキャッチをするも捕球できず、ノーアウトから出塁を許してしまいます。しかし続くバッター、男子顔負けのスライダーとストレートをぐいぐい投げ込んでいく奈々ちゃん、ワンボールツーストライクからプリーズマルチアングル、この日スピードがなかったですが、おそらく120キロぐらい出てると思います。えげつないストレートを見せてくれた奈々ちゃん、空振り三振に1人ワンアウト。しかし強打の東京突撃隊打線が奈々ちゃんに襲いかかります。レフト前ヒットを許しワンアウトランナー一塁塁。ここで迎えるは先ほど暴走行為を働いた東京突撃隊代表の松尾さん、この男にだけは打たれてはいけない。小畑さんのフレーミングは炸裂し2ボール2ストライク。そしてよし、543のダブルプレートならず、2アウトランナー1・3塁、奈々ちゃんがギアチェンジをします。マルチアングルでどうぞ。すごいな。剛腕女子の奈々ちゃん、向こう図デビュー戦1イニングピンチを招きながらも無失点に抑えることができました。そして回は最終回、向こう図勝利へ向けて先頭バッターは
誇張しすぎた内川誠一選手が入ります。内川選手全力疾走もわずかに間一発及ばずアウト。続く海君も倒れてツーアウトから打席にはツーベースとホームランを放っている向こう。インコースのスライダーをセンターオーバーへツーベースヒットで出塁。最新バットを使い始めて直近5試合で8割超え。ビヨンドマックスレガシーミドルバランスを恐るべし。そして打席には植木。植木俊足を飛ばすもここは間に合わず3アウトチェンジ。向こうず8対5 3点リードで最終回裏の守りへ。さあマウンドにはもちろんこの男、大魔神植木。勝利へのカウントダウンまであと少し。最終回じっくりご覧ください。ショート海君が丁寧にさばくもここは東京突撃隊のリードオフマン。この日3安打。ノーアウトから出塁を許し打席には2番バッター。後ろこれ宇宙海の打球センターに入った奈々ちゃんわずかに及ばずタイムリーツーベースを浴び8対6。しかしここでショート海君にビッグプレーが生まれます。ショート後方への打球を背走しながらナイスキャッチ。しかし四季万事と被るという残念プリ。ワンアウトランナー三塁となり4番バッター。ここで1点を返されましたが、なんとこの日野球場にチョークがなかったため、お互い得点の確認を口頭でし合っていたため、向こう図はミスで7点、そしてこの回2点を奪った東京突撃隊も7点ということで、両チーム7対7の同点という認識で試合を進めておりました。なので動画上は8対7となっておりますが、向こう図の守備陣はもう1点もやれないという状況。そして東京突撃隊はあと1点取ってサヨナラ勝ちをするという状況。ここでタイムを取りました。向こう図1回目のタイム ちょっとややこしくなってしまいましたが、現状7対7ということで試合を見てもらえたらと思います。そして決着はチーム同士のじゃんけんへ。先に5勝した方が勝ちです。ゲーム自体は7対7ね。はい。よし。最初はグー、じゃんけんポン。よし。うわっ！うわっ！でかっ！まぶしい！まぶしい！まぶしい！やあ！ナイス！ゲッ！チェック！ファイト！うわっ！やばい、最初はグー、ジャケット、パイ！
じゃけんはい。うわ最初はグーじゃけんはい。うわ早く決めろお前最初はグーじゃけんはい。ちょっと待ってランドランドランドチャンケンはい。やあ！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 おお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 7対7引き分けからのじゃんけんで勝利。はい、いった。どうぞ西村さんお前あそこで決めろよ。いやだからそう勝ったら面白くないじゃないですかやっぱ。突撃隊さんにちょっと見せ場あげました。本当最後ギリギリだと思ったよ。4勝4勝で最後海君が決めたのか。やっぱ知り抜く。先輩に勝って芸人の先輩だから。でもさ今日結構みんな活躍したじゃない。だいぶ。ホームランった人いいっすかいいっすかいやー、向こうずさん来て初めてちゃんとしたヒットを打てたよかった、1本出て OPS10 割っすから4の1のホームランだから詳しいあざしたちょっと数字にこだわってるやってちょっと女性にすごいすごいいや、マジでかすんだ、かすんだすごかったねすごいなんだちょっと待ってえ、だって猛打賞2人あ、実質、まあ、実質ね実質で、奈々ちゃんもいいピッチングしていやーちょっと球が早いそう、球が早いやるから石丸より全然早いからねじゃあ今度からまたね、気軽に呼びますんでちょっと石丸頼むわはいあと、おばつさんありがとうございますおばさん、あの一発でレガシーの購入が決まったんです84センチミドル買います絶対買いますで最後あの植木がシュレット2点取られるっていう両方取られましたね2点どうしたなんかあったいやまあしょうがないですしょうがないですパスも早かったまた多分4月になるから次は4月の平日から多い時はね何だっけ火曜と金曜とか入ってたらしいからまた連絡しますはい、はい、また参加してくださいじゃあ一本締めで誰いく誰いく一本締めいやー霞んでんだよな。打ってるからさ。大丈夫なあれ逆転ホームランやからさ。完全に。確かに。やっちゃうか。やっちゃうか。何やっちゃうか。じゃあ。じゃあそうっすね。まあさあ一本締めか。恥ずかしい。最初のエンジンみたいなのやろうとした。なるほどなるほど。じゃあまた次はね、はい、しっかり野球で勝ちましょう。はい。よーっ。というわけで最終回バタバタしましたがなんとか勝利をすることができましたというか勝利でした男女混合チームですが目に見えるように全員が成長しております向こうずは誰が参加しても全員野球でお互いカバーしながら勝利を目指していきたいと思います今後も熱い応援どうぞよろしくお願いします